謎のブラックボックス、ラップトップ用の大きなアダプターをコンセントに差し込むときに考えてしまいますよね。一体何のためなんだろうって。ラップトップに関して知らないことってありませんか？宇宙ではどうやって機能しているかなどなど、テクノロジーは素晴らしい発展を遂げたんです。初期に開発されたラップトップの中には1981年にリリースされたオズボン1があります。ボーリングボールよりも重くて小さな白黒の画面はトランプと同じくらいのサイズでした。さらに当時は専用のバッテリーが開発されていなかったので、コンセントに接続したまま使わなければならなかったんです。そう聞くとラップトップとは似ても似つかないものだと思うかもしれませんね。でもこのおじいちゃんコンピューターはケースに入れて持ち運べるという理由から当時はポータブルと呼ばれていたんです。そして80年代終盤には ZDS スーパースポートがリリースされました。これがポータブルコンピューターへの第一歩だったんです。内蔵されたバッテリーを使うとデバイスをおよそ3時間オンにすることができました。でもこのモデルはかなり重く、バッテリーを充電するためには大きなアダプターが必要だったんです。ラップトップは時間とともにかなり薄くて軽くなりましたが、アダプターは大きなままですよね。現代のポータブルコンピューターを使うためには DC または直流と呼ばれる特定の電力が必要です。でもコンセントの電力は AC または交流と呼ばれるものなんです。単純に言えば黒いボックスは AC を DC に変換し、電圧を下げラップトップのバッテリーを安全に充電するためのものなんです。アダプターの内部には何百種類もの複雑な電気部品が搭載されているので、残念ですが今のところマッチ箱のようなサイズにすることはできないようです。ではバッテリーに流れる電流をコントロールしているボックスが熱くなるのはなぜでしょう。ボックスは機能する際、内部のプロセスによって電流の一部を熱に変化させて放出しているんです。ですので、ラップトップのアダプターが熱くなっても物理的な問題なので、特に心配はいりません。でも、熱くなりすぎた場合には専門家に相談することをお勧めします。では、なぜ機器によって違ったアダプターが必要なんでしょう。自分のアダプターを家に忘れてしまった時に友達のものを使えないとイライラしますよね。これには2つ理由があるんです。1つ目の理由はラップトップのサイズはそれぞれ異なるので1つの充電器に標準化するのは困難だということ。2つ目の理由はメーカーが消費者に自社のアダプターを買わせるための戦略ですが、嬉しいことに近年では USB-C コネクターが一般的になっているんですよ。ではキャンプに行って充電できない場合にはどうすればいいんでしょう。スマホやポータブルバッテリーではラップトップは使えませんよね。そんな時にはスマホの10倍以上の電力を誇る特別なラップトップ用バッテリーを買う必要があります。そしてソーラー充電というオプションもあります。この新世代の充電器は折りたたみ式のソーラーパネルにデバイスを接続するためのワイヤーがついたものです。ここでの唯一の欠点は晴れた日にしか使えないということですので、キャンプに行った時には映画を見ることはできません。さらにもう一つオプションがあります。それはコードを全く使用しないというものです。ワイヤレス充電を備えたラップトップはすでに市場に出回っています。これはデバイスを直接上に置いて電磁場を使用し充電するシステム。この方法の主な欠点は効率が低いこと。従来のコードの方がかなり早く充電することができます。近い将来車と同じようにデバイスを充電するようになるかもしれません。ガソリン？いやいや違います。コンピューターがより複雑になり多くの電力を必要とするので、バッテリーだけでは不十分になるということです。そしてその解決策は燃料電池。これはコンセントからではなく化学反応によって発電をする方法なんです。現在ではずっと電源を入れたままにできるラップトップが市場に出回っています。そしてその秘密は交換できるバッテリーにあるんです。多くのラップトップはバッテリーが本体に内蔵されているので使用中に交換することができます。ということはバッテリーを収納する場所が2つあれば交互に交換できるので、ラップトップの電源が切れることはないんです。ちなみに以前はラップトップと呼ばれていましたが、ラップつまり太ももの上に置くと通気口を塞いでしまうので置かないでください。換気することができないとデバイスが加熱されてしまいます。ラップトップは固く平らな場所や冷却用パッドの上で使うことをお勧めします。ラップトップに代わる新しい名前が浮かんだらコメント欄で教えてくださいね。ちなみにラップトップとノートパソコンの違いは何だと思いますか？以前はノートパソコンというのは小型で軽量のラップトップの名前だったんです。でも今日では両者の違いは曖昧になっているので、どっちを使っても営業担当者に分かってもらえるはずですよ。皆さんはいずれ誰もがデスクトップの代わりにラップトップを選ぶようになると思いますか？
現代のラップトップはパフォーマンスと機能の面でもデスクトップに引けを取りません。でも多くの人は信頼性の高さにより依然としてデスクトップを選ぶ傾向にあるんです。その上、通常デスクトップは同じレベルの機能を持つラップトップよりも持ち運びが効かない分、値段も割安です。ラップトップは依然としてデスクトップよりも人気がありますが、消費者はパソコンよりもスマホを好んでいるようです。さらにデスクトップとラップトップ、どちらを買うべきか決められない場合は次のことを覚えておきましょう。ラップトップの方が消費電力が 80% 少ないので光熱費を節約することができます。通常ラップトップは1日あたりおよそ 50W の電力を使用します。これは普通の電球よりも光熱費がかからないことということです。高性能のラップトップの場合、かなりの値段になるかもしれませんが、それには理由があるんです。デスクトップを見るとモニター本体、キーボード、マウス、スピーカー、ウェブカメラなどいろいろなアイテムが揃っていますよね。移動する際にそれらのものをすべて持ち運ぶことを考えてみましょう。メーカーはこれらの機能をすべてコンパクトで軽量なデバイスに収めるためにかなりの研究費を使っているんです。スティーブ・ジョブスの初の MacBook Air を紹介する際に封筒から取り出した時のことを考えれば、まあわかりますよね。ところでマウスといえば、初期のモデルは現在皆さんが知っているものとは似ても似つかないものだったんです。四角い木製のケースにボタンが1つだけついていたものでした。そして中にある2枚の金属のディスクによって前後左右に動いていたんです。このデバイスの名前はコンピューターに接続されているケーブルに由来しています。そう、ネズミの尻尾のように見えますよね。あ、今日のマウスは尻尾もなくなってしまい、タッチパッドに人気を奪われてしまいましたが、ちなみにラップトップは宇宙でも使われています。宇宙飛行士が生活し研究を進めている国際宇宙ステーションには100台以上のものが用意されているんです。それらのパソコンは特定の条件で作動し、安全要求事項を満たすような改造されています。例えばラップトップの冷却システムは低圧でも作動するように再設計されています。さらに ISS のコンセントは従来のものとは違うので、ノートパソコン用のアダプターにも改造が加えられました。これらの工夫と改善により宇宙飛行士は宇宙でもインターネットを使うことができるんです。最後に、車のバッテリーを使ってラップトップを充電するというあまり知られていない裏技を教えします。でもそれを行うためには古代のテクノロジーが必要とされているんです。 USB ポートが車に搭載される以前はセンターコンソールに接続するためのポータブルコンバーターというものを使っていました。このアイテムは出先でコンセントを使うためのものです。これがあれば遠征中にいつでもラップトップを接続して充電することができます。さらにラジカセを使えば80年代の気分に浸ることができるでしょう。でもちょっとそれは古すぎますよね。今日何か新しいことを学べたと思ったら動画を高評価し、お友達ともシェアしてください。おすすめの動画もぜひご覧くださいね。これからもブライトサイドをよろしくお願いします。